皆様こんにちは。消費生活アドバイザー二次試験スピード合格講座論文法律2019から2021過去問解説編講義を始めます。レック講師の浅田健吾です。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ皆様ですね、ご用意していただきたい教材の方を最初に申し上げます。はい、まずですね、こちらですね。はい。論文過去問解説集法律というのをご用意してください。こちらのが商品行動でございます。はい。で、次はですね、公式テキストの1、こちらの方も使います。公式テキスト1ですね。消費者問題とか書いてあるんですけど使います。あと公式テキスト2ね。こちらの方もご用意してください。従って全部で3つですね、ご用意していただければと思います。ちょっとでかすぎますね。はい。こちらの方3つね、ご用意していただければと。いうふうに思っております。で、こちらの方はですね、時間的に言うと60分なんですけれども、話すですね、いわゆる、本数が多いもんですから、全部で5本かな、法律、論文のことを5本話さなきゃいけないんで、ね、消費者問題の方は30分で3本でしたので、だいたい10分刻みぐらいずつなんですけど、こちらの方は若干余裕がございますけれども、だいたい1つあたりですね、10分ちょっとという形でご説明の方をさせていただくということになります。で、多少早口になりますのでね、申し訳ございませんが、ウェブですのでスローで聞いていただいたりとか止めていただいたりとしていただければというふうに思っております。じゃあ早速ですね、法律の方の、冊子の方ですね、ご用意していただいてやりたいと思います。はい。じゃあ皆様ね、手元にご用意してあるということでございますので、それをね、私言いますので、該当ページ開いていただければと思います。まず、解説冊子2ページの方をご覧ください。解説冊子2ページですね。こちらの方、皆様大丈夫でしょうか。で、まあ皆様これね、読んでいただいているということを前提です。で、消費者問題のところも言いましたけど、いいですね。制限時間60分です。で、600字以上が望ましいって書いてありますけど、600字にしてください。600字以上からがいいと思います。いいですかね。で、800字までと。これは守っていただく。で、消費者団体訴訟制度ですけども、これですね、昨年出てしまったんですけれども、これね、結構ですね、一次試験でもできてるんですよ。これが2ページのところの分析の下の方を見るとですね、これ繰り返し出されている論点ということでございます。で、このアドバイザー試験の論文の法律については、ある特徴的なところがございます。法律知識を知ってて、それを具体的に書けばですね、だいたい点数取れるようになってるわけですよ。ね。ですからまあ法律をいかに知っているかということですから、一次試験の延長というような位置づけで考えていただければ結構だと思います。基本的には一次試験で勉強したことを、これを文章で書くというような形です。で、書くのもですね、600から800ですので、本当にですね、コンパクトに書かなきゃいけないんで、逆に難しいのかなと。1時間はまあ結構時間ありますんでね。ということになります。で、まあここに私の方のレックのね参考で載ってるんですけど、このところですね。よいしょ。これね、一次試験で繰り返し出されている論点です。で、テキストでもいっぱい載ってます。これね、テキストでもいろんなところ載っておりますので、公式テキストに。実は公式テキスト1の方が使い勝手が良かったりするので、今日1のところ使いながらなんですけど、2とかね。あと他のところにも載っております。これ代表的なところです。はい。じゃあ、聞かれていることは何なのかということでございます。で、これはですね、比較的聞かれていることがすごく整理されています。消費者団体訴訟の差し止めと被害回復2種類についてきます。で、それぞれの趣旨と、はい、概要です。で、これをまとめるわけね。だからそれぞれの差し止めの趣旨と概要、被害回復の趣旨と概要、それからこれらの制度をね、よりですね、使いやすくための方策です。ね。なんかあまりですね、使われてないんではないかと、一般人からするとですね、じゃあどうすれば使われるのかというところですね。これらをまあ書いていただくという形になります。したがって、まあ分析のところで、この論文で聞かれることは3つありますよということです。で、めっちゃ細かく言えば、もう少しね。はい。差し止めが趣旨と概要。ね。1個2個と返せればね。で、あとは被害回復の、被害回復の趣旨と概要、これは3個目4個目で、これらの制度を機能させるための方策対策とかね、アイデアなんかを書いていただければと思います。でこちらに関してはもうある程度回答例の方で私の考え方も似てますので、これ使ってきながら見ていこうかなと思うんですけども、差し止めと被害回復ですね、こちらの論文やなんかでよく聞かれるんですけどもね、差し止めの被害回復というのは大きな特徴があるんですよ、違いが。差し止めというのは今後の消費者被害の発生の拡大を予防したり防止するのが差し止め、これ以上広がらないようにするのが差し止めですよね。だから今後ね、同じような被害が出ないようにするのが差し止めです。いいですかね。ですから差し止めについてはもう皆さん勉強してると思うんだけど、消費者団体訴訟の差し止めっていうのは恐れのある段階でも差し止めれますよね。趣旨が今後の被害の防止なんですよ。で一方ですね、被害回復制度というものについてはこれも被害が出てしまったんで、言い方悪いんですけれどもね、簡単に言うと過去に対する償いはお金でやってくれというようなイメージで捉えていただければいいかなと思います。いいですかね。でこのね、試験やなんかでよく聞かれてるのがですね、消費者トラブルのケースやなんかでも多いんですけどもね、未来に関しては予防策とか防止策っていうのが出てくるわけですね。で予防策とか防止策、もちろん法律とかいうので、防止するっていうのもありますし、まだ法律が整備されてなければね、啓蒙ですよね、消費者教育とかね。で、被害が出た方についての救済ですね。救済やなんかについては今ある法律やなんかで救済していく。だから どっちかというと法律は救済の方が強いですよね。法律があって罰則規定があるからやらないということで、罰則規定に関しては予防策のところが多いんですけれども、特にアドバイザーとかで聞かれているようなものですと、いわゆる消費者を救済するための法律制度、いわゆる民事ルールに関してはこちらに関しては基本的な救済になりますよね。そのような形で差し止めの方は今後の被害の防止ということになります。したがって3ページ解説冊子、いいですか？上から1234行目ですね。タイトルがあって4行目。事前に被害の拡大や発生防止が可能となる。これが差し止めです。差し止めがある。で、差し止めですね。恐れのある段階でも差し止めできますからね。で、一方ですね。団体訴訟の被害回復制度については解説冊子2のところを見ていただきますね。そうすると、趣旨として消費者は事業者との間でですね、情報の質量、交渉力の格差がある。これもよく出てくる、よく使う言葉です。事業者と消費者の間には情報の質量及び交渉力の格差があるってね、これよく出てくる言葉です。消費者基本法とか消費者契約法でも出てくるフレーズですね。でしたがって一人ではね、何ともならないので、多くの消費者はですね、泣き寝入りする可能性がある。であとね、金額も少ないですから、そのままで放っていく人もいるわけですよ。ですからこの時の被害回復を図るために団体訴訟があるということですね。被害回復ね。これが段落2のですね、3ページ1234行目ですね。被害回復を図ることは困難な状況を改善することが可能になるわけですね。よろしいでしょうかね。ここは差し止めの趣旨と、被害回復の趣旨は方向性が違うということです。過去に対する償いが、被害回復。財産被害の回復、将来に向けて今後、同じような被害を行うようにするのが差し止めということになりますね。この辺のところもね、まず書いといてください。で800字ですので、コンパクトに書くわけね。であとは概要の説明ということになるんですけども、この概要の説明については公式テキスト1の方がですね、比較的分かりやすく書いてあるんですよね。2よりも実は公式テキスト1なんですね。じゃあこれちょっとね、どの辺なのかというのを見ておきましょうかね。これがですね、公式テキストの80ページ81ページかな。ちょっと見ましょうかね。公式テキスト1ですよ。1の方です。1も今日用意してくださいと。で1のですね、80ページの方。こちらですね、80ページの方。80ページね。これ見ると図表6、ちょっと鉛筆しましょうかね、図表6の2ね、これが差し止め請求のイメージの流れということで載ってるわけですね。こちらの方を見ていただくとよろしいかと思います。で、実際差し止めの事例やなんかが出ているわけですね。こちらですね。で、一方ですね、概要として、特にですね、被害回復の方では、入れていただかなきゃいけないのはこれですね。81ページの方です。はい。図表 6-3 ですね。被害回復手続きは1段階、2段階というふうに2段階訴訟になっています。まずは特定適格消費者団体が事業者への責任確定のための訴訟をやります。ね、訴訟をやります。で、これで勝ったら次の段階に行ける。負けたらいかないという感じですね。これ2段階訴訟というのがいわゆる特徴としてございますので、したがってね、被害回復の方にはこの2段階訴訟であるっていうところね、こちらの方、まあレックの回答例にも書いてありますので、まあその辺のところをしっかりと書いていただくというのがよろしいんではないのかなということですね。ですから、まあこの辺のところをしっかりねまとめていただく、公式テキスト81の80ページ81ページあたりのところでいいんではないかなと。で、それが書いてあるのがいわゆる3ページのところでねまとまっているかというふうに思われます。で、そうするとですね、この時点で両制度の趣旨と概要の説明がついたと。で、最後にですね、これら2つの制度を一層機能させるためにはどのような方策が必要なのかということになります。で、まあ実数も限られているので、私の方のね、このレックの方では2つあります。これ何かというと3ページ見ていただいて、まあこの2つでいいんじゃないかなと思いますね。1つは何かというと、まずこの消費者団体の認知を高めることです。まあ知らない人が多いわけですよ。消費者センターも知らないわけですね。企業のカスタマーセンターはなんとなく大きい会社だとね、あるんじゃないかなってね、ホームページとか見ていただいたりするとね、まずメールで問い合わせとか電話番号あるんですけど、だから消費生活センターと同じようにこの消費者団体訴訟をやるところのですね、消費者団体とか知らない方が多いんで、その認知を高めるわけ。で、もう一つはですね、これ残念ながらですね、この消費者団体というのは非常にですね、お金がないんですよ、簡単に言うとね。ですからこの場合財政基盤が脆弱なので、消費者スマイル基金でまあ寄付なんかを集めて、いわゆる財政的な基盤をね強くするっていうところも、まあ今後ね消費者団体が活動する上では大事なことではないのかなということですね。これが消費者スマイル基金とあります。下から3行かな、文字数っていうところを入れると123行ですね。こちらになります。で、消費者スマイル基金については、解説冊子4ページですね。4ページのところの下から2つ黒丸がありますよね。あ、白丸ですね。ごめんなさい。白丸ね。があります。適格消費者団体や特定適格消費者団体への支援ということで、NPO 法人消費者スマイル基金というのが、あります。で、こちらは公式テキストにはね、確か記載がないんで、もしね、ご覧になりたい方は、スマホとかね、パソコンやなんかで検索してみてください。消費者スマイル基金やなんかでね、基金という形で、ね、載っておりますのでね。よろしいですかね。で、あと消費者スマイル基金とはということで、一応ご説明の方がレックのね4ページ解説冊に載っておりますんで、これなんかもちょっと読んでいただければと思います。ですから、まあ方策としては、はい、スマイル基金ですねとか、あとは認知度を上げていただくということがいいかと思います。はい、あと5ページの方を見ていただきますと、これもですね、似たような問題がですね、類似資格の消費生活相談員試験に出ております。2018年なんですけど、まさに5ページのところに参考までに書きました平成30年度の試験なんですけども、差し止めとね被害回復の制度が導入されて、その防止や救済において果たす役割ねについて聞かれておりますんでね。はい、ですから、まあ似たような問題も出てるんだなというふうに思っていただければいいかなと思います。